助監督と最後の最後というバーニーズのプレゼンをして井上と申します。監督の思い出、映画をずっとやってきましたけど、覚えてる言葉は、僕みたいに、君みたいに映画をずっとやってきたのに映画を撮れなくて、僕みたいな CM 上がりが映画撮ってごめんねって真面目な顔して言われたのをすごく覚えてます。最初はムッとしてましたけど、亡くなられてから考えることは、本当にそういうふうに思ってた優しい人なんだなっていうことをやっと最近分かりまして、でもまあ映画界としてはもうすごい大事な方を亡くして、いわゆる映画職人ではありませんけども、全く違う切り口で、人を優しく描くっていう中ではずぬけた人だと思います。あとそれから今後やろうとしてた企画の話とかをいろんな話聞いてましたから、無念だと思うんですけども、何らかの形、今回、いろいろ手伝っているメンバーもそうですけども、それぞれ中に何かが残って、市川節というか市川魂というか、それは、引き継がれているんで、監督安心してください。いずれ自分また撮ろうかなと、撮れたらいいなと思っております。どうもです、失礼します。はい、いいですか。